一般社団法人担う代表理事の岡野良子と申します。担うとは北を担う人材を育成するということを目的に、去年私が立ち上げました。やっぱり地域を元気にするのは人だと思うので、そういった元気にする人たちを一緒に育てていきたいなという思いでやってます。この1年特に力を入れてやってきたことは、とにかく高校生たちに楽しんでもらうこと、来たって面白いなって思ってもらうことを、活動の目的にしてきました。具体的には僕らの未来会議といって、高校生16歳ですね、800人くらいいるんですけど、みんなを集めて、APU の出口学長に講演してもらって、その出口学長に自分たちが今これからどんな風に生きていけばいいのかとか、今の悩みとかをぶつけるような、そういったパネルディスカッションを行ったりするイベントを行ったりしました。とにかく自分たちで作るんだっていうところを大切にして、やらされたり無理やり連れてこられたりではなくて、じゃあ同じ友達がこの会を面白いな、来てよかったなって思ってもらうにはどうすればいいかっていうのを本当に何回も何回もミーティングしながら高校生たちと考えていったので、その時こう会場の幕が上がった瞬間に実行委員のみんなはステージに立っていて、席に座っていた800人の高校生たちがうわーって一瞬で盛り上がって、あいつら何やってんのみたいな驚きと、興奮とっていうのは今でも忘れられない思い出です。5年前の、高校生たちとの意見交換会というかシンポジウムで、一人の高校生が北は好きだけど北には何もないと、言った時にすごくショックを受けて、北ってとっても綺麗だし素晴らしいものいっぱいあるのに、若い子たちがこう思ってるっていうことは、これからこの地域はもっともっと廃れていくんじゃないかなと思ったのがきっかけです。一個一個説明しながら草の根で各高校だったり、各企業さんと話をしていきながら、やってきたような形でした。なので最初は本当に大変すぎて、私なんでこんなことやってんだろうって何回も思ったことがあります。企業訪問のバスツアーを実施した後に、企業さんからぜひまたやってくださいって言われた時に、やっぱり実感、あ、やってよかったなっていうふうに感じました。あとはその高校の先生方も、あ、こういうの今までなかったんですよと、もし今度ある時はまた声かけしてくださいって言ってくださって、それが1回2回ってこう続いていった時に、1年終わって、あ、なんか本当最初大変だったけどやってよかったなっていうふうには思います。5年後とか10年後とかに、そのここで活動してきた子たちが北で何かしら働いたり暮らしたりしていきながら、でその子たちがまた来てくれて、でこういうことしたいんですって言ってくれるっていうか、そういった循環が生まれるのが私にとっては理想です。でそれをまたみんなで一緒に、イベントでもいいし他の活動をしていくような流れができたら、私の中での成果なんじゃないかなというふうに思っています。